どう今日の背景。なんでモノクロなんですか。え、違う、本当はカラーのやつがあんのよ。はい、こんばんは。はじめさんがオープニングにいるというね。いや、まずね、さっき一つ謝りたいのが前回の放送ですね。はい、またしても見事ベロベロでしたね、僕。あ、そうでしたね。はい、すいませんでした、本当に。ね、終わってから葵さんっていう店の、放送があるんですけれども、そこまで居座ろうとしたから俺先に帰りましたね。いや、本当すいませんでした。ということでね、今回は、そう、今日はですね、先週と打って変わって、真面目なトークでいきたいと思いますので、やる気モードですね。はい、30分間お付き合いくださいということで、オープニングいきますか。ユズボーン、ハジボーン。見てください、先にね、もう僕自分で言っちゃいます。ゆずくん今トイレ行ってるんで、わかります。2016年7月13、14、2days、 一応はじめバースデーでございます。イエーということでね、今日の背景は全部僕で行こうかなと思うんですが、やってまいりましたね、1年で一番嫌な日がね、明日、明後日開催されるということなので、よかったらね、リスナーさんも遊び来てくださいよ。なんかね、面白いの、髪結ぶのやめちゃいましたなんか面白いことやるみたいなんでね、よかったら遊び来てください。まあね、来てくれた人にはね、何か素敵なプレゼントがあるかもしれないし、ないかもしれないしということで、そうです、髪結ぶのやめちゃったのって出てきてたんで、ちょっと髪にまつわる話したいんですが、僕ですね、もうここ3年ぐらい金髪やめたんですよ。で、その金髪やめた理由の一つが、美容室行った時にブリーチしてくれっていう、このブリーチっていうワードをね、言いたくなくてですね、明るくしても、ブリーチせんでいっちゃ明るい色でやってたんですけど、なんとですね、もう誕生日が来るということもあって、ちょっとね、大人になろうかなと。やめ、中身がまだまだ子供なんでね、どうやって大人になれるかなって考えた時に、やっぱ髪色も大事かなってので、ちょっと黒髪にしたんですよね。そうするとね、思いました。黒が似合う男ってやっぱかっこいいって昔から言われてるんですけど、俺、かっこいいわっていうのがね、いやー、かっこいいですね。ほんとかっこいい。で、ついでですがね、今日ですね、今更なんですが、スノーというものをね、今日ずっとやってて、10元とですね。で、奇跡的な1枚があったんで、LINE のね、トップガンに変えたんですよ。なんで、リスナーさんでね、僕の LINE 知ってる人はね、トップガン見てください。ビッグフェイスバースデー、なんとでも言えい。いいね。いや、そうです、めっちゃかっこいいですよ、マジで。俺、あれ、女の子やったら、ちょっとテンション上がるかなっていう感じなんですけどね。ゆずき、どうした？トイレ長いな。見たいですか？画像。ちょっとだけ見せます？これ、画像送ったらあれですか、見せてくれます？めっちゃかっこいいっすよ、マジで。かっこよすぎて、やばいっすよ。で、今ね、スタジオに送ったんで、来ます。それね、だから歯をね、直そうかなと思ってさ、なんか知り合いのホストさんにも言われたんですよね。よくしてもらってるオーナーさんなんですけど、はじめちゃんと、かっこいい！なにこれ！すげえかっこいいじゃん！え？こんなの歌舞伎町にいた？こんなかっこいいホスト。おかしいな、これは。かっこよすぎる。誰だ、詐欺って。
詐欺って誰だよ。じゃ続きましてもう一枚じゃあいっちゃいますか。あのね、この後うちのね、ネクストグループの重鎮たち全員集合するんですが、そのうちのね、一人の子がなんかね、ちょっと僕かっこよすぎてやばいですってやつがいるんですよ。そいつがね、なんかヒゲがね、どうもかっこいいみたいなこと言うから、俺の方がヒゲ似合うわってのでね、僕もヒゲつけてみたんですよ。したらなんともすげえかっこいいということでね、そいつより俺の方がヒゲ似合うんちゃうかって思うぐらいなんかすごいヒゲが似合っちゃったんで、そのおヒゲさんもあれしてもらっていいですか。自分で言うとか終わってるわ。もう自分で言わないね、誰も言ってくれへんからね。いや、おヒゲさんやばいですよ。あ、これかっこいいよな。来たおヒゲさん来ましたね。これかっこよすぎじゃないですか。もうなんかこれかの有名なちょっとジョニー・デップに俺似てんちゃうかなって思うぐらい、いやーかっこいいな。やっぱね、まあ後から出てこないんですけどね、そうサンジってやつよりかは絶対俺の方がヒゲが似合ってるっていうね。でこの両サイドの、まあ両方僕なんですが、この両サイドの僕に挟まれるとなんかちょっと緊張するっていうか、写真詐欺率がすごくバレちゃうんで、2つとも消してもらって大丈夫ですってことでですね、先ほど言いましたうちのネクストグループの重鎮ですね、各店舗の幹部さんたち、そして幹部補佐までですかね、役職ついてる人を今日全員集まってもらったということなんで、スペシャルな回になります。ではね、全員出てきてください。あれヒゲの見ましたけど、めっちゃかっこいい。ただの不細工じゃないですか。マジで。あらら、珍しい。ハッピーバースデー。いや真ん中でしょ。いやいいですか。ハッピーバースデー。お疲れ様。バースデー。いやありがとうございます。僕真ん中です。バースデーお疲れ様。本当にありがとうございます。いやすごいよね。いや本当。君ごときがうちのあれを幹部を集めるとかね。いや本当すいませんでした。申し訳ないです。礼があります。本当。映ってね。申し訳ないです。いやで。あのねですね、お久しぶりなメンツもいますし、あれなんですが、夏希の横行きな、あいいね、お久しぶりのね、メンメン、特にね、ブレスの代表せつなさんとか、うちのね、支配人のレン君とかね、前々出てたんですが、消えてるよ、すーげーちっちゃくなってすーごいかわいいね、あんたね、なんですが、ですね、最近ご無沙汰だったというのもありますし、ちょっとですね、うちのネクストグループが大きく変わったということなんで、その心境もね、近況ちょっと下がって、ちょっと顔ちっちゃくなってきた。いいさ、毎週それやってんの。やばいね、だって俺すげえ顔でかく見えた。俺こうやってたら、マイクんですけど、うん、後ろ行ったら、サンジ顔でかくない。俺顔一番ちっちゃいのに一番顔でかくなってるけど、俺が一番前出てるってことですよ、ね、かっこいいよ、いやすごいですよ、今日のリスナーさん、この放送はスペシャルな回ですからね。なんてやったらね、明日さってだって、いやそこは、いやだからそこは後で行く。あ、分かった、ごめんなさい、まだ前半出てるじゃん、2人がピヨンってなったら出るじゃない。まだ前半ですか、前半。じゃあ後ろの頃あれがあるじゃん。いや、かっこいい、かっこいい。もう先ほどピンでやってたんで、ゆずくんトイレってないだもう十分説明したんで大丈夫です。聞いてました。ってことでですね、じゃあ一番右からですね、店舗名と役職名のご紹介いきますか。多分初見さんもいると思うんでね。いないっしょ。いや、まあ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 、ね、はじめさん、初見さんって覚えたんですか、はい、あ、覚えました覚えました。成長した、成長したね。もう一年以上やってるんで、じいさん呼んでも来ないんで、電話してください。そうねいるはずだったんですけど、なんか俺みんなに囲まれて、俺だけみんなレしかないよ俺。あれ嬉しいじゃんお前、お前需要があって。自己紹介で OK？ 自己紹介大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ちゃんと自己紹介しなくて大丈夫ですか。あ、した方がいいですか。あ、もういい、面白い、拾いたいコメントめっちゃ来てるね。めっちゃ僕に久々にこれ引き、自己紹介するんですか。自己紹介、店舗名と名前と自己紹介していかないと。あ、どうも、ルシエルの今試合にやらせてもらってます、レンです。よいしょ、イケメン、うーい、イケメン、この試合に。はい、続きまして、すいません、ネオンブレスで今相談役やってます、北九州代表で。全国区だからね。いいじゃん、落ちやめて、落ちやめて。はい、で、ルシエルの代表やらせてもらってます、石田はじめです。はい、あー、いいね。ネオンブレスね、代表が腱鞘炎ということで代表代理やらせてもらってます。なぜずきいや、ついにね。待て、ほんと色々なんか変わってきてるぞ。ブレス役職変えるの。頑張れ、頑張れ、頑張れよ。あと
ルシエル、今幹部補佐なんですけど、今日じゃんけんで勝ったんで、明日から代表やらせていただきます、一ノ瀬夏樹です。やったね。わーい、じゃんけん強くてよかった。よし、店やめよう、店やめよう。最後の最後のオチが来るな。最後オチ来るよ、オチ来るよ、ね。クラブルシエル、うん、クラシックプレイヤー、生きたモナリザ、なんて。アイフォンっぽくない？いや、むしろマイク入ってましたね、今の。拾っちゃった今。いや、大丈夫。合わせ大丈夫。大丈夫。あ、やばいですね。なんかこの時期心霊とかね、ホラーとかなんか流行るけど、まあそね、そんな感じだと思ったら、はい、今びっくりしょ。そうなんですよ。いや、やっぱこの面々揃うとコメント伸びますね。まずまずまず、そういうのか。まあ、毎週俺ら二人でやってます。リスナーさんわかると思いますけど、うん、はじめさん最近来ません。なんで？まあ代表ともなればね、忙しいと思うんですけれども、ゆずき、俺オープニングを行く前に、うん、あの言った通り、先週の放送も来てますよ、はい、先々週も来てますよじゃないですか、はい、でも先々先週ぐらい遡ったら全然来てなかった時期あるじゃないですか。いやもうね、うちのゆずきさんね、ずっと愚痴ってたよ。いやあれでした、もうはじめさん来ない、はじめさん来ないと。いやちょうどいなかったらどういう放送になるんですか、うん、ちょうどあの時期あれやったんですよ、ちょうどあの歌うま選手権に出る練習してて、ちょっと声言わしちゃったんですよ。何選手権、歌うま選手権に出る準備してまあね、一回も出てないじゃないですか。さておきにさ、声を言わしちゃった。いいんですけど、なんでこんな揃ってるのかっていう話ですよ。あ、そっか、そこからね。それはね、まあちょっと、まあ、レンと仲良くさせてもらってるんですけれども、うん、レンがニコ生出たいってこの間急に言われたんですよ。ね、言ったよね。え、覚えてる？え、僕ですか？言いましたよ。そう、断ったらそれだもんね。俺はね、はじめさんにレンが出たいって言ってるから、今日じゃあレンだけ出してくださいよ。じゃあ、とっつぁん坊や来たじゃん。まあまあまあ、ルシエルの代表さんよ。おい、まあもう、レン出すんだったら、俺はもう出したい人いっぱいいるって、うん、あらららら、ふざけんなわしで。マジで、明日、どうするんですか。レンの来たよ、カムイさん来たよ。ちょっと引いてもらっていいですか、カメラを。あ、うん、出したい人がいっぱいいるということで、うん、まあ、こんだけ揃えました。出たメンバーは、ネクストグループ。大物だよ。俺いじめられてるの、マジで。大物だよ。主要メンバーということで、うん、そうですね。これで、あの、はじめ代表がしてくれたんですよね。で、伊豆木、これ、はい、店よりいくら、これ全部。店ですか、8000億。8000億。うん、8000億。8000億。うん。売ってます。そしてですね、今来ました、ナチュラルヘアボーイ、自己紹介お願いします。カムイジネです。え、みんな一発芸やってるんですけど。嘘つけよ。そうだよ、マジで。やり通したの。うん、見て、みんなベロベロじゃん。いや、俺の一発芸めっちゃ面白かったっす。一杯引っ掛けてからでいい。勢い欲しいから。じゃあ、大事。はい。よし、いいよ。違う、そんなんじゃない。大事、大事。ジジ、なんか来たよ。ん、昔売れてたジンだねって来たよ、今。なんか悲しいこと言われてたよ。すっちゃこっちだっけ。あー、いいよ、俺、大丈夫よ。うん、え、うん、うちの棚どこ？これっす。あ、これですか？右上です。右上？あの、ヤバいやつじゃないですけど。これか。あ、違う、その下です。なかなかないね。ジンビンザ、あんたの人望だね。誰か絶対言っちゃう。いやいや、ほんとありがとうございます。うん、納得せえ、今。今、ジンジン待ちだよ。え、今、ジンジン待ちだよ。一発待ちだよ。なんか、俺、放送事故みたいな。え、正直言っていいですか？いや、ありました。俺が隠してないわけですよ。あ、そうなの。ベロベロの時にはじめさん飲みたいって言うからね。ベロ正直ね、あんまりね、こう集合体で放送してるのはあんまり好きじゃないです。直民人じゃないですか。うん、個性がね、こう弱まっちゃうし、うん、いたらいいってもんじゃないと思うし、うん、って思ってたんですけど、いなきゃやばいなって思った時期があったんで、うん、はじめさんいなかったら一人でどうしようって思って、つかさとカナダっていうね、うん、プレスの従業員がいるんですけど、はい、それに、助けてもらったことがあるんですよ。はい、だから、まあ、人って大事だなと思ったらこんなになっちゃったんですけれども、サンジ君はあれ何今、ヘイっつったでしょ。サンジ基本しゃべりません。ゆずきのいい話に、ヘイっつってたから、ね、いや、いつもそんな感じです。忘れちゃったんですか。いつもそんな感じだったんですか。なるほど、確かにな。え、サンジだよね、あのさ、夕方の放送あるじゃん。もともと出てたじゃん、うん、まあ、売れちゃったからもう出てないけど、うん、どんなだった、背景なの、色背景緑じゃん。でしょ、はじめさん知らないからね。え、な、な、な、何を。可愛い子が、可愛い新人が出てる時の放送一回も見たことない。ひでえわ。ひどいでしょ。売れてね、新人。なんか売れたからね、売れたからもいいんだけど、売れてない。なんか売れてね、新人をテレビから見るわけがないよね、代表が。あれ、リスナーさん、今日何を求めますか。通信制限かかっちゃいますからね。波乱と平和どっち求めますか。アンケートを取ってください。あ、いいっすね、これ。何と平和ですか。サ
波乱平和どっちですか。波乱平和出演者の LINE 連だけすげえ囲まれてるよね。でもちなみに今日かなたが今 日, 今日も出てもいいですかって言われて、いやちょっと幹部でもないし役職でもないからごめんねって言ったら、クソムカつくわって言ってましたよ。言っといてあげてください。幹部になってから出ればって。あらららいいね。いいこと言うね。名前がわからんイケボがいる。おそらくイケボは、うん、僕ですね。いや、せっちゃんじゃないかな。いや名前出たことない。いや嬉しい。せっちゃんおじいちゃんちゃんと来てたよ。何番目か。何番目だか。ボイスね。そうこっちから行こう。センターははじめさんなんでね。ゆずきわかね。そうです。じゃあ CM ね。いや、先発してください。面白いやつ。やっぱここは生きたモナリさんにバチッと CM をね、うん、やってもらおうかなと思うんで、お願いします。おじいちゃんイケボってきた。アップとかできないですかね、ちょっと。いや、寄ればいい。必要ねえよ。お前が近づけやんねん。いいですか。あそこの紙。お前実は放送してなかったっしょ。ID 放送なってるの。この CM の振り方だけはうまいんで。いいですか。最後 CM ズドン。なりますみんなが3時のことひどいこと言うからいなくなったよ。いや知らない、ね、明日ね、明日は明日 CM 中。あ、出た出た来た。波乱と部屋どっち求めますか。波乱です 70%。 あ、来てるよ、せっちゃん。みんな刺激が欲しい。一番かっこいいんだって。一番かっこいいね。今のこの、このコメントから波乱が起こるからね。いや、言っていい、あの、従業員3000円って言うたら3000円で言うから、お前しっかり頼むぞって言ってた。ルシェルちゃんとやれ、ちゃんとやれ。でもやっぱりホストクラブってさ、上になればなるほど平和じゃないですか。せっちゃんどれだ。せっちゃんでーす。せっちゃんですよ。せっちゃんですよ。いろいろ提携がしました。でもちょっとね、そうね、こいつに負けたくないとかあるからこそ売り上げが上がるんじゃないのかなと思うんですけれども、うん、はい、まあ、いやそれはありますね。みんな幹部ですよね。はい、幹部じゃない、幹部ですよね。まあ、かっこ補佐はいますけどね。昔幹部がいるけどね。かっこ幹部は、いや、やべえ、いきなりかっこ幹部いますよ。過去感何も言えねえ。だから夏木を見たくなかったんだよ。過去感だからね。そのか、あーもう怖いわ。そうそう、この人だけに負けたくないとかあるんですけれども、うん、ちょっと幹部になっちゃうと、うん、あの店、従業員同士仲良くしてほしいなとかあるじゃないですか。うん、でも波乱がなかったら女の子って楽しくないと思う。そうね、刺激は欲しいもんね、女の子って思ったら、どことどこが相性悪いんだろうな、今日のメンバーで考えますよ。あ、なるほどね。刺激が欲しければバカになれる。7人います、はい、ブレスから3人いますね、はい、ルシェルが4人います、はい、どことどこがなんかこうなったらちょっといいんじゃないのかな。え、この面々の中でってこと。あ、ここでやりますよ。うん、そうね、なんかあるかな。え、だからまあ一番はまあやっぱホストは売り上げなわけじゃん、はい、役職じゃなく売り上げを見たときに、はい、この人だけにはそう、役職が上だろうが下だろうが、この人だけにはちょっと負けたくはないとか、まあ今現に負けたとしてもこの人に勝ちたいって人を各々言っておけばいいんじゃない。この人だけには勝ちたい、勝ちたいとか、不動の、俺から知らんで、不動のナンバーのはじめさんはどうしたらいいの。不動じゃないですから、やめて。あ、そうか、あ、いいね、いいね。いや、よく拾ってくれたよ、よく拾ってくれたよ。いや、俺ざる、うん、で、3時出てきた、バーンって何。あ、やっちゃった。飲んだ。あ、そうです、次は飲んだ。あ、俺が一番目なつきって言います。俺もちょっとビール欲しいな。いや、泡飲みません。じゃあ言ってきます。へい、そうね、まあだから一番若いさ、やっぱキャリアも薄い、うん、3時から、はい、うん、あいや、まあ、この中でだよ、3時。そう、グループの、グループの、で、しかもその、俺らより下は見なくていいからさ、君は上を見続けなきゃいけないんだから、やっぱこの面々がバッている中で、それは、まあ、一つしかないと思うんだけど、一人固定しなきゃいけないんですか。そうですね、全員に負けたくないとか、そういうのはちょっと面白くないから、うん、まあ、だから軽い宣戦布告みたいなもんだよね。
まあ、今月はまあ代表にはまあ負けないですね。大丈夫だ、一条はじめ代表で合ってる、はい、バーセンね。でまあ、え、キサキセツの代表じゃないの。あ、はじめさんです、ね。うん、バースあるんで、うん、そしてまあ通常営業だとまあレーサーですね。レーサーはもう毎月負けたくないですね。真面目だね。真面目だ。真面目でしょ、こういう顔見せて。顔パイパイ。けどここで波乱来るよ。じゃあ夏希だね、次順番で言ったらね。その振りからで言ったら俺もう、やっぱ俺毎月毎月本当に意識してる人がいて、俺多分ホストもこのグループ4年ぐらいいるんですけど、やっぱずっと一緒にやってきたルカだけには負けたくないっすね、やっぱね。この質問つまんない。やりやがった、やりやがった。話題変えましょう。いや、ごめんなさい。なんか俺結構やっぱさ、このさ、忙しい面々にさ、わざわざ時間割いて来てもらっててさ、このメンバーが集まることなんかそうそうないわけじゃん。だ結構スペシャル回の神回になるかなと思ったのに、もう帰ろっか。はじめさん、はじめさん、原因してます。なんかそうなってきた、今。これ一個言いますよ。なんで神回にならないか。あなたが酔っ払ってないから。そういうことです。待って待って待って。みんなわかると思うけど。明日誕生日だからって収まっちゃう。しかもいいね。一回ありましたよね、神回。全員ゼロベロの。あったっけ。前はブレスの時ありましたからね。全員ゼロベロの時、もうやばかったから。ネタバラシ。しかも、ジングそれ俺の靴下じゃない。はじめさん、この背景なんすか。これ、レーサーの靴下っすよ、これ。もうちょ。ちゃんとバースデーの告知してください、ちゃんと。本当ですよ。お、言われてんね。はじめさんと、せつの代表が、パッと別れてくれたら出ますよ。けどあれですよ、あの先ほど見てもらったんですよ。あ、これだ、ちょうどいい、見える。あんま後ろ見ないで、ちょっとみんな。7月13、14、明日、明後日ですね、歌舞伎町に激震が走るらしいので、震度なんぼやろうな、震度7ぐらいで収めとこうかな。7までしかないですか。そうね、震度8いっちゃったらね、みんなまだホストしたいでしょ。俺のバースで震度9でしたけど、大丈夫です。店傾いたもんね。何ですか。俺のバースで震度9だったけど、店傾いたってか、店沈んじゃったもんね。だから地下なんだ。1階だったんですけど、5階ぐらいにいたのに地下になっちゃったよ。あ、5階って言ったら、あ、いいです。噛み合わんな。で本当ですよ、こんだけ集められる人望があるってことは。そうね。いやいや、本当ありがとうございます、皆さん。なんでですか。どうした、元気なくない？どうした？いや、多分明日のバースデーでちょっと緊張してるね、これ。うそ。いやけど、ちょっと待って、いや、俺ね、これ、やっぱまあ、このね、まあ30はあれだとして、みんなさ、ある程度やっぱもうキャリアもあるわけじゃん。で、その単独イベントもさ、まあ数々こなしてきてるわけじゃないですか。で、このね、単独イベントって、まあ大まかに2つ、まあ昇格祭か、バースデーか、まあこの2個単独イベント打てるイベントがあるとします。ね。で、その中でもやっぱバースデーってのを、まあ、毎年は来るものじゃないですか。え、緊張しないっすか、皆さん。しないっすね。しないでしょ、何言ってんだよ。って言いながら、前日とか言ってますから。でしょ。で、こいつに関してもそうだよ、みたいな。え、いやいや、要は言ってください。え、ちゃんと言った。告知ですよ。いや、告知はめちゃめちゃしてますよ。一条はじめ代表の代表取締役。やっぱ愛がないから噛むのかな。そうだね、ほんとなんか嘘言ってる時噛むっていうよね。嘘しかないかもしれない。3時がお茶引かなかったら俺3時に50万渡します。あれは誠意。マジっすか。2デイズでバースデーがあるんですけれども、え、もう自腹でいいっすね。はい、自腹でプラスで、そう、緊張せえへんの、特にここ2人もう長いでしょ。まあ、ジンクは緊張せへんでしょ。絶対してないけどね。セツさん、この間バースデーでしたもんね。あ、そうそうそう、先月バースデーだったじゃん。やっぱ緊張しなかった。じゃあ俺はさ、あの、なんか 2days とかやったことないからね。そこまで年の問題じゃないですか。え、でもそれあるかもしれない。誰が年の問題。代表何歳なんですか。セツナ代表、え、おいくつですか。それはボケるの、これは。37歳。正直に言ってボケてるようなもんだ。そうね、絶対正直に言ったところで、このモニターを見てる人たちは嘘つけってくるからね。嘘つけや。代表の前こけたら上がりゃいいですもんね、もうプレイヤー。そうだよ、そうなんです。私はもうまだ君たちと違うんですよ。俺なんかこけたら上がればいいし、下がったらもうポスト上がればいいし、だから君たちとは何か違う。代表さんってめっちゃいいコメントめっちゃ来るじゃないですか。若く見えるとか。だからそう、かっこいい。まあ種類はね、代表って言われてるから。40代とか45歳って来てるから。やっぱ顔だね。いやけどね、そのブレスのさ、最初の時からさ、いやー、せっちゃんは支持率高かったよね。いや、間違いないですね。高かった。もう常にいじられんの、俺、夏希、秋みたいなね。
ゆずきとせっちゃい関してはもうやっぱ絶対いじられない褒め言葉みたいな。俺入りたてでいい褒め一つもなんか俺入りたてっすよ。俺ニコラまでいい褒め言葉やれてないね。やれてないね。いや一時期俺ニコラマ出させてもらってた時悪いコメントばっかで。でも大丈夫だよ、夏期待連やった時に 100-0 で勝ったマジ、まあ、夏希さんはしょ、夏希ばかりめ殺すぞ今の話で大丈夫じゃねえでもなんか思い出すよね、レンね。なんかさ、懐かしいですね。はじめちゃんとさ、ゆずきとかがなんどこだっけ、どこに撮影行った時シンガポールシンガポール、うん、だっけ。で俺とレンでやったんですかね、はい、あれね、今でも言われる、あの二人の会が一番面白いって。シンガポールじゃない、シンガポール絶対いたもん。あ、いたっけ。いたいた、なんでしたっけ。マリナベイサンズプール泳いで、なんか二人でやりましたよ、ま、最近タイかなんかの。ああさ、香港だ、香港。香港の時ね、タイ今行ってる、香港、香港で、その時に、俺らはめっちゃ面白いパバンだね全然聞こうとしない現実通りが半端ねえ、マジで。なんですか。じゃあ、あんた告知しなよ、もう。いやいや、もう俺もう一番最初からめちゃめちゃしてるからねそう、どういう、むしろあの皆さん多分あの知ってると思いますが、僕タイムラリー3回更新しましたからね。みんないいねって押してる。あれ、パウパウパウ誰だっけ。でもちなみに今日従業員全員にいいねって押してねって LINE 来てましたやめろよお前お前それ言ったら寒いわ。行くから、ジンさんしゃべれって書いてる。そう、むしろあのジンさんじゃない、カムイしゃべれってきてるから。なんだよ、ニクジンジン来てるよ、いっぱいコメントいっぱい来てるよ。ジンジン飲んでるとか。てか一発芸またすね。ジンジン飲んでるよ。全然酔ってないんだよね。夏希の一発芸見てからやります。マジか。最後あと何分あるかな。フレディ行きたいもん。いや、あと5分ぐらい。ある。全然ダメなんだ。アンケート行きます。行きましょう。ジンさん火炎瓶投げてるのか。ネクストグループオールスター座ってる中で全然ダメなんだ。誰の一発芸が大活動ですか。それでもいいし、あの毎回やってるのが誰を指名したい。あー、それで行こう。せっかくだよ。ベストクラブしよう。大事。あー、顔ちっちゃ。俺俺多分めっちゃ枕うまい。俺めっちゃ枕うまい。いやー、これ枕だけめっちゃうまい。じゃあちょっとめんどくさいわとは思うんですが、アンケート取ってもらっていいですか。3秒でアピールしてください。背負い投げ。俺でも思うよ、こうやって見るけど。3時から行こう。アピールアピールアピール。3秒。はい、終わりー。はい、ナスキー。はい、ナスキー。枕めっちゃうまい。はい、終わりー。はい、終了。はい、明日バースデーでーす。出てこい。手の看病してねー。はい、はい、はい。ブスの締めはいりません。はい、偽前同伴得意です。はーい。ということでね、この2人終わってるもん。はい、今のを踏まえてですね、このオールスターメンバーの中から誰を指名したいですか。お願いします。お願いします。1分前いけるかな。1分前だからね。まあ、最悪コメントでも、最悪コメントのコメント数でもいいよ。最悪本当に俺お客さんで言えないです。ゆずき、なつき、じんさん、じんさん今声優が順番が順番が。ゆずき強いね。絶対やんねえよ今日。電話はしないけど LINE はする。絶対やんねえ。じんじんまだ飲み足んないね。え、さんじゃなくて勝つ気する今日。ほんとさ勝つ気する。投票者あった。頼むよマジで。これ 0% とか本当に笑えないかんね。あれ 0% だらけ。かなんか 0% マジ笑えないよ。やるならやるで言っときたかった。お願いします。してますねこれ。リノさん傷つく。みんな緊張してるでしょ。おい、ゼロパー、俺とね、ゼロパーじゃねえ。圧勝だ、圧勝。圧勝、圧勝。シャーじゃないよ、俺。圧勝、おお。はい、ということで、今回、神回でした。また来週もやったー。明日バースデーでーす。いかない。俺もいかない。いや、すげえ、38票。38% だからね。でも、ドン引きするのでいいですか。俺とね、ゼロパー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。